通るためだ。次はベルだな。あの女はお前から全てを奪うつもりだぞ。お前の城、宝物、最後は命。誰も信用するな。そして怒れ。怒りだけがお前を強くするのだ。強さはもういらない。私が欲しいのは真実の愛か。誰がお前のような野獣を愛するというのだ。ほら、ベルの仲間だ。やあ、王子様。うわ、ご主人様。
コグスワース、一体何があったんだ？はい、ご主人様、その…王子が、お城の人たちをチャーロイとしおびた。私が？は、はい。黒い服の男と話してたよな。誰？ザルディン。そうだ。ザルディン。闇から現れたあいつは私の怒りに火をつけた。私の絶望や悲しみ、苦しみが全て怒りとなって燃え出したんだ。そして私は長らく正気を失いかけていた。なるほど。だからみんなを地下牢に閉じ込めたんだね。自分がみんなを傷つけないようにだよね。みんなを傷つけないため？本当は優しいんだ。そうですよ。ご主人様は以前に比べて随分変わりました。ベルは前からその優しさに気づいていたのに、ご主人様が。ベル、私はベルにひどいことをしたのではないだろうか。何も言ってなかったけど。人には言えないようなことを。私はこのように物事を悪い方へ悪い方へと。っていうか、会って話そうよ。だが。なんだよもう、一緒に行こうって。